ファーストオフェンス赤穂からバウンズパスでつないでいってスミス、いきなりのエンドワンというスタートになりました。ここ4試合スターターが続いています。いきなりハモンズ手を出してしまいました。前節ゲーム2では自身今季最多の12本のスリーポイントを打ってきました。まずはここはハモンズのオフマンボールのスローイン、森川に渡ってもう一度ここは行かない、中に入っていったスローです。今のチョイスというのはいかがでしょうか。いや、いいと思います。レフトンに渡しました。外側には森川が待っている。そして放ったスリーだ、来ました。いいですね今のは。左のコーナーには森川が待っている。中に入っていく。そしてまた大場だ、来るか、わーさあ2分の2。少し中の得点を増やしたいところでしょうけど、なかなかそうはいかないところが千葉の怖いところですよ ね、 そうですね。見応えがあるゲームでしたけれども、残念ながらね、あの専修大学は敗れまして第4位でしたけども。わったー、スリーポイント。左でキングが待っている。アウダに渡った。アウダが中から行く。ここもまたです。なのでエドワーズ選手が打たざるを得ないという。スリー、森川、来た。ダンカンのスリー、ここは決めてきました。佐藤も今日スリー1個決めている。ダンカンも今日スリー決めています。2つ決めているダンカン。中で勝負だ、ねじ込んできました。打てるなら打っていい。さあどうか、これも落ちる。ただベクトンが拾ってレシックでした。何か右からの嫌な流れを。富樫には森井がつきます。まだ河村の出番はなしという後半。3を打ってきた。さあこれが決まりました。ようやく来た。7分の1。ただいまのファールの判定につきまして映像確認を行います。映像確認しますね。あっという間に差は4点。アウダ、うわー、よく決めました。ファラーズが近寄ってきて、富樫が時間を使いながらボールをなんとか離してファラーズへ。そしてまた富樫に戻ってくる。ショットクロック残り1秒。うわーだー、そうなんですよ。ヒロトさん、第3クォーターから富樫がいつもの富樫になってきました。なりましたね完全に、最後のシュートもそうですけれども、はい、ただやはり横浜のディフェンスがまた緩む。でその原因を作ったのがベクトン選手、ハモン選手、はい、せっかくのいい流れをこの2人がね、潰してしまって、もう一度ね第1クォーターに戻ってほしいですよね。ここも東海大の先輩をかわしていってのパスは落ちました。さあ佐藤です。佐藤が走る。2人割っていきました。わずかに短い。ベクトンが取る、ねじ込めない。あー、ここ守った千葉です。ベテランの西村が運ぶ、はい、これが西村。河村が高い位置から中に入ってドライブだ、フローター、バックショット落ちるが、その後決めた。バスケットカウント。多分ね、ダンカン選手とエドワー選手がいない時間帯なん。大場が持ってドライブして中に入っていく。パスを選択、オーカムダンクだ。レジナルド・ベクトン選手は思い出しましたよね、はい、この大場のドライブからベクトン、もう一度スミス。エドワーズが少しバランスを崩していましたが復帰します。富樫がかわしてきた。2人かわして、3人かわして、うまいですね。3点リード横浜。河村バウンスパスでアウダに渡った。得意だ、左のフックショット。5年ぶりの対千葉勝利なるか。横浜フックの原修太、原修太ドライブからバスケットカウントエンドスロー、まあ、このプレーが原選手ですよね、落とすわけにはいかないというこの横浜とのゲームです。ベクトン、森川のスリーポイント、決まった。河村がスリー打っていきましたが落ちる。残り1分を切りました。河村スティール、決まった。スティール、ここでさあ中盤のスティール、河村。この直接対決にもなった今日の試合です。さあ遠くに離して
ここは打たせる、スミスのスリーが来ました。ここでブザー、76対75。